ブダペストのケレペシ墓地にあるガンツの墓ガンツ、アーブラハームは、スイス生まれで、ハンガリーで活動した、鉄工、機械技術者で、ガンツ社の創業者である。スイスのチューリヒ州エムブラハで、ドイツ系の家庭に生まれた。ドイツ語では、アーブラハムガンツと呼ばれた。若い頃のガンツは当初、スイスやドイツで大工仕事と後に、鋳造の技術を勉強した。 商売のために1841年にペシトへやってきて、節変異常機動力工場で技術者として働いた。1844年、彼はブダでガンツシーという名前の鉄工場を開業し、いち早く重要な工場として成長していった。彼は鉄道車両の車輪の鋳造に特化し、多くの特許を出願した。彼は機械、電気、 自動車工場にも出資を行った。彼の発明と技術により、ガンツは世界的に知られるようになった。1848年革命に際しては、彼の工場では重夜砲の鋳造部品を製造した。革命戦争後、ガンツは車輪の鋳造に関する技術の開発に取り組み、その成果で1855年に特許を取得した。多くの業績がこの特許に基づいている。ガンツは、 フィーメの港での造船にも参入し、これは現在では5月3日造船所となっている。1865年には、オーストリア・ハンガリー帝国皇帝のフランツ・ヨーゼフ一世が、個人的にガンツに対して、最大の賛辞を送っている。その2年後、10万個目の車輪駐造を祝ったが、その3週間後に、悲劇的な状況でガンツは亡くなった。ある情報によれば、彼は自殺したとされる。 彼の人生を通じて、その労働者の幸福と、働けなくなった人への年金に、多額の費用を費やしたとされている。ガンツの死後、同僚で友人でもあったドイツ出身のアンドラーシュ、メフバルトが会社と事業を継承した。メフバルトの指揮の下、1869年以降は、オーストリア・ハンガリー帝国においても重要な企業となっていった。 ガンツの設立した当初の鉄工所での生産は1964年まで続き、その後閉鎖されて博物館へと改装された。今日までアントディ・ムーゼイムという名前の博物館として存続している。ありがとうございます。